今回住友重機械搬送システムではこの国際物流総合展において物流現場の3次元革命と題し、3次元の空間を極限まで活用した自動保管、自動搬送、自動ピッキングで物流現場の課題を解決してまいります。まずは自動保管を実現するディープストレージ式高密度自動倉庫マジックラック、棚の各段に設置された2台1組の搬送台車が荷物を隙間なく保管することで既存倉庫の有効活用や新築倉庫の建築コストを低減します。自動化によって庫内作業によるフォーク作業者の負担を軽減します。次に自動搬送の AMR と AGF、 AMR は最小限の固定設備で搬送作業を自動化し、スモールスタートでルートや配置の変更も容易に行えます。また当社の AGF は様々なパレットサイズやフォークポケットに対応しています。高さ方向の搬送を自動化でき、床置きや段積みを生かした出荷準備、人手との共同作業が可能です。そして自動ピッキングと荷揃いを実現する新開発の 2way ピッカー、1台で総ピックと複数ケースピックの両方に対応可能で、1層あたりのケース数が多くてもピッキング効率を落とさず高い処理能力を実現しています。この1台2役の高効率異彩によって小スペース化だけでなく自動保管や自動搬送と連携することで的確なタイミングで商品を供給でき、ピッキング作業の自動化による負荷軽減や出荷精度の向上に寄与します。また出荷オーダー確定の時点から自動でピッキングを開始でき、夜間を有効活用した荷揃え作業で出荷リードタイムの短縮も可能です。これらのシステムを組み合わせることで完全無人のセンターが完成いたします。単細パレットを入荷ピッキングし出荷する多くの物流センターにおいて、入荷から出荷までの一連の流れを完全に無人化することができます。ホワイト物流の課題であるトラック待機時間削減にも寄与いたします。